イスラエル軍は11日、イスラム教の断食月ラマダンを迎えたパレスチナ自治区ガザで、イスラム組織ハマスの軍事部門幹部を狙って空爆したと発表しました。殺害したかどうかは確認中だとしています。イスラエルのメディアは、今回の攻撃でハマスの軍事部門ナン No.2 のマルワン・イッサ氏が死亡した可能性があると報じました。 ロイター通信によりますと殺害が確認されれば去年10月の戦闘開始以来最高位の幹部になるということですイスラエル軍のハガリ報道官はガザ中部ヌセイラトで9日から10日にかけてハマス幹部が使っていた地下施設を空爆したことを認めた上でイッサ氏の生死を確認中だと説明しました一方国連のグテレス事務総長は11日 イスラム諸国がラマダン入りしたのに合わせラマダンの精神にのっとり銃を置くよう求めると呼びかけました。